さん、こっちかな。あ、今日買いたかったもの買い忘れた。まあ、ただ忘れ物しました。ピエン。ピエン。どっちから飲むのが正解なのか分かんないんだよね。うん、多分こっちだ。え、ここまつげなくない？のせいあるか。さすがにあるか。やばい。シュシュめっちゃ似合う。ミッサーに言っといて。ミッサーがくれました。今六本木アイドルフェス用の衣装をメンバーでなんかどの衣装着たいみたいな感じで話し合ってるんですけど、私もねいくつかあげたりしてて、みんなであげたんですけど、今その中でなんかみんながこの衣装好きですっていうのがすごい流れてる。おもろすぎる。なんでも、なんか正直涼しければなんでもいい。衣装全部可愛いから。あと着たことないの着たいよね、やっぱ。っていうのはあるけど、涼しいのが一番。うん、それは本当に思います。さっつんさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。サプライズレバーさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。選べる、うーん、まあイベントとかによって、ものによってですかね。はい、この衣装はね長袖もあるんだよ。これになったらこれになったら誰かは長袖を着ることになるんだよ、みんな。ありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。あ、でもなんか例えば衣装とかそういうのは、なんかそういうのとかじゃなくて、選べないっていうか、なんかみんなが暗黙の了解で サットさん、ハートありがとうございます。ピョン様、ネモースにいた、いますよ。あ、なんかこれ言ったっけ、 YouTube で今無料公開で見てくれたと思うけど、もう一回見といて。ぜひもう一度ご覧ください。はい、よろしくお願いします。
実況はしないです。うん、しないですよ。キャッチボールしましょう。テレテレテレテテテテテレテレテレテテテ。9人誰が見てないんだろう。 LINE いいのかな。ちさとこうへいさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。見ました、おとなしい。ハルピョンか、おとなしかったわけじゃないですよ。はい、おとなしくはないですけど。静かでしたね。今日はぴょんちゃんが絶対に飲まないフラペチーノを飲んできました。兵庫のチョコレート三昧。飲まないな。兵庫にいても飲まんな、それは。兵庫に住んどっても飲まんな。ガチャピソさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。シグ SR さん、水色だるまありがとうございます。うん、今日はねヘアアイロンもねちょっと今ここにない。そう、リビングに持ってっちゃったからなくて。マー君さん、西君に、3133、ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ここのラメが異様に光っててさ、涙出てる人みたい。なんかねスイカのやつはもうちょっと甘かったらねいいんだけど、よかったんだけどね。ちょっとカロリー、さすが211キロカロリーだわって思いました。うん、最近ポニーテールにハマってる。まああれではしないけど、ステージ上ではしないけど頭痛くなっちゃうから。ともゆきさん、ハートたくさんありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。テレテテレテテレテテ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 結構多いので、いつかはします。今度の休みに兵庫と和歌山一緒に連れてってほしい。和歌山のフラペチーノ飲みたいから連れてってほしいです。ツインは痛くないんですか。痛いですよ。だけど痛さが分散されるんですよね、2つに。そうだからまだマシ。マジカルばあちゃん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ピョン様のポニポニ、何ポニポニってポニポニとは初耳や。ポニポニ攻撃は強力だって。ポニポニウケるポニ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 ーテール揺らしながら馬のしっぽ
馬馬馬馬馬のしっぽ。ポニーテールで生写浴衣の生写真が欲しいだって。自分で加工してくださいのぴょんさんのポニポニしか勝たん。ポニポニハッシュタグポニポニとは。エアコン壊れててやばいよ、やばい。この時期にエアコン壊れるのはしんどい。今気づくのはしんどくない？さすがにさすがにしんどい。だから生写真に自分で、だから生写真2セット買って自分で加工か、あの落書きして。私こっちじゃないの？こっちなの？ブンブン。は？ごめんなさい。あって言っちゃった。ああそういうタイプ。うおーなるほど。ほーん。え？どういうこと？どういうこと？そんなことある？面白い。え、てか、そうなん？え、謎。楽しい？みんな今の私を見てて。そうなの？なるほどね。ふーん。はい。内緒内緒かなりんさん、ヨッシーさん、山内さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。悪いお知らせ、いや悪いお知らせではないですあ、違う、衣装が決まったわけじゃない。全然その話とは全くまた別、別物すぎてワロタピーポーぬもう喋んなって言いたくなるね、ごめん寝れなくなるやん、寝ないでください。タバヤンさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。嬉しいこと、もう別に嬉しくもないけど悲しくもないけどはい、なるほどって感じ。んー、なるほど、意味わかんない、何これ。マネージャーさんあるある、マネージャーさんあるあるっていうか、なんか LINE のグループ画像を変なのにしがち。
LINE のグループ画像変なのにしがち。はい、パンダさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。スマホ水没しただって、やば、オーマイガーじゃん。オーマイガーだってだって、すごい。今日は唇に多分色が薄いと思うんですけど、ちょっとねメイク道具を全部今リビングに置いちゃってて、そしたら生誕祭、なんで生誕祭についてそんな聞かれるんだろう、みんなに。全く決まってないし、全くいつって決まってないし、全くやりますかとも言われてないし、なんか B のメンバーがやりますかって言われてるのはめっちゃ聞いた。前にめっちゃき、あの5月のリハの時にめっちゃ聞いてた。5月じゃないか、 TDC の時にめっちゃ聞いてたけど、なんか B の兼任のメンバーね、だから8の B のメンバー。でもさあ、そんなファンの方が 50% しか入れない状態でやりたくなくない？やるなら多い方がよくない？私だけそう思うのは。みんな入れなくなるよ。他のメンバーのファンの方が入っちゃったらみんな入れなくなっちゃう。パンダさんハートありがとう。キュンです。タバヤンさんミラーボールありがとう。ミラーボールを歌います。どこまで歌ったか忘れました。そう思ったのにまで歌った。ティリ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 、あの時ごめんねとつぶやけば。ありがとうございます。ミラーボールありがとう。タバヤンさんありがとう。パンダさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ね、どっちがいいって言ってもね、そりゃもちろんって感じじゃない？多分そりゃもちろんって感じだと思うんで、はい。伸びたなポニーテール、長えな髪の毛。前には最前列で見てみたいだって。頑張ってビンゴ抽選当ててください。今ビンゴなんですか、わかんない。ピョンズ限定公演を求む、それは多分私のソロ公演っていうことでしょうか。無理ですね、させてもらえないと思います。はい、いろんなシリップを塗ってます。パンダさんハートありがとう。キュンです、ありがとう。どういうこと、どういうこと、謎。
ロピオンがやりたかった TikTok のトレンド、あれ私撮ってあるんですけどまだ載せてないやつがあって、なんだっけな、なんかイベントあるしなちゃ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 らちゃみたいな、てれててれててててててれててみたいなやつなんだっけ、てれててみたいな忘れちゃった、誰か誰かご飯は電気炊飯器ですかガス炊飯、わかりませんお母さんに聞いてください、あれは何、電気だと思います西くん23133、ネバーストップさん、ハイビスカスありがとうございます。なんだっけ、あのなんかリアコなんちゃらみたいなやつ、なんだっけ、六本木アイドルフェスの衣装投票、何でも何でもいいよ涼しければ、すごい投票って今時こんなさあれできるんですね、写真で投票とかもできるんだ、すごい、複数回答か、全部に入れようかな怒られそう、さすがに。カマロさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。六本木の明日投落、おい、やった、こういうのの投票って誰かがやらないとやらない私、誰か一人目になれない、うん、まあもちろんもう投票したいのは決まってるんだけど絶対涼しいやつの方がいいよ、2人が参加中、早い、もう投票済みの子がいる、これわかあ違うわ、わかるんだ、これ熱いよみんなうん、これ熱いよ、知ってた長袖に当たったら大変だよって言っとくね あと3日あんの、即日投票とかにすればいいのに、残り3日なんだけど、面白いゆっくり考える時間をくれました、スタッフさんありがとうございます。言わない、言えない、熱いよって誰か言ってなんかさ、いやその衣装着たいけどさ、あなんか着たくないみたいに思われたら嫌じゃん、めっちゃ今んとこめっちゃ人気の衣装なんだから、そうだからなんかそう思われたら嫌だから言わない、もう長袖になったら長袖になったです、はいパンダさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。そうだよね、視覚的性、確かに他のアイドルさんめちゃめちゃもうノースリーブとかさめっちゃそうなのにさうちらだけさ長袖3人ぐらいいますみたいなもう最悪ですよね、そうなったらね、なんか AKB だけ暑そうじゃないって言われそうえ六本木アイドルフェスって多分 ZEP 横浜だから多分
日焼けとかはしないと思うよ。どうなん、多分しないと思います。え、ゼップ横浜って中でしょ、ライブハウスでしょ。ライブハウスって言い方合ってるのか分かんないけど、ゼップって中じゃない。なんか参考写真は半袖なんですけど私は見た、この衣装の長袖のメンバーを私は見た。え、ゼップは暑いよ、だよね、ゼップは暑いよね。絶対暑そう。もうむしろキャミともう下着一枚一枚で出るAKB 話題になっちゃう、そんなやばい、うおーってなる。うん、やべえ、 AKB の衣装がやべえって話題になっちゃう。うん、絶対やだそんなんでアイドルじゃない、そんなそんなんで話題になるのは絶対やだアイドルとしてどうなんって感じNMB さん今日 ZEP でライブしてたけどメンバー汗すごく、そうだよね、絶対そう。いや、サッシーさんの水着はもうなんて言うんでしょう、そういう公約だったから、そう、公約を嘘つくのはダメですよ、そりゃ。だからもうそれはやるのが正解でもね、ハピョンはアイドルで行きたいので、ちょっとそういうもう冬も長袖着てよあ、冬は長袖着るなってんのか、間違えた、夏でも長袖、あのなんだっけ、これ布多めで生きていきますハルフィは危ないよ、危険だよって言わせません。ファンの皆さんの目に優しいアイドルになりますはあ、刺激を求める方はちょっとあの違うかもしれません。ここにいても刺激は来ません、残念ですが。熱中症が危ない、エアコンガンガンで。エアコンガンガンで、はい、南極物語見たことないからその比喩が分かんない、マジでごめん、マジでごめんだけどその例えが分かんない。パラ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 
パパ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 。弱い人さんファイトありがとうございます。弱い人さんだって。弱くないよ君は、私よりは絶対強いパンチ。パンダさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。なんかね、この髪の毛ってどっちこっちかな。ハマピョンは乃木坂の番組見たりするの？だって例えば深夜のやつ、あのなんちゃら乃木坂工事中とか入ってんのかな富山でそれも知らん。なんか見れんのかな。出んのかな。今日の朝ごはんおかんがミスって米怖かった。そういう場合ってどうするんですか。お水を入れてもう一回炊く違うか、どうすんだ。そう、まずその問題があるんだよね。まず見れるのか見れないかっていう問題がね最初に出てくるの。でもっていうことなんで見てないですそうですね、最近マジテレビ見ない。もうやばい、もう何してドラマとかは見てるけど、バラエティとかを最近何してんだろうその時間あ、ママからお米怖かったらお酒をふ少し振って蒸らしますよ、だって。ぜひ試してみてください。お米が怖かったら お酒を少し振って蒸らすそうです。ハッシュタグ1日1パンチ3発症者ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。乃木坂に越されました。次は13日ですか。今日は11だからもうちょっとですね。私は14日に見ます。ちょっと初回はね映りますよって言われてたからちょっとまあ課題もあったし夜更かししたんですけど、さすがにちょっと毎週火曜日夜更かしすんのはやばいので、次の日に TVer さんで見ます。そう、ともゆきさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。電気かガスか何の話だ。あ、洗濯機違う、なんだっけ、乾燥機じゃなくてなんだっけ、洗剤違う、なんだっけ、米当番違う、なんだ、米のやつ、炊飯器です。橋本家は電気炊飯器です、だそうです洗濯機って言っちゃった、間違えた。炊飯器だった。ともゆきさんハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。たくさんともゆきさんからハートが来た。
炊飯器って言葉が出てこない、やばくない？炊飯器。パンダさんかわいい、ありがとうございます。やったね。パッパラパッパッパーラッパッパー。マックミックさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ね、寝そうになった。今の LINE の音で起きました。やばい。マックミックさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ただ好きな人が君だっただけさん、花束ありがとうございます。クマもありがとう、嬉しい。ただ好きな人が君だっただけ、それは私に向けて言っている言葉でしょうか。やばい、ガチで寝そうになっちゃった今。本気で寝たと思った。パッパッパパパパパパパ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、マネージャーさんから。やばい、マネージャーさんから連絡が。ちょっと待って。ごめんなさい。あたふた、多分配信中って気づいて切ってくださいました今。あ、ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。LINE でいけそう。めっちゃ真剣に LINE してる。はい。マックウィックさん、パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。汗。マネージャーさん絶対大変ですよお仕事。私たちこんな時間にさ
こんな時間までお仕事しててさ、絶対大変だよね。もうそれとかさ、学生メンバーとかはさ、まあそれこそまあ大学生とかはさ連絡つながるけどさ、なんていうの、中学生とか高校、小学生とかは、小学生はいないか、中学生とかは日中つながらないじゃないですか。だから夕方過ぎないと絶対つながらないじゃないですか、連絡が。そうだから絶対大変だよって思う。一日一パンチさん、ミラーボールありがとうございます。ネバーストップさん、ハートありがとうございます。なんか飛んでったね、どこまで聞こえたかな、わかんない。一日一パンチさん、ミラーボール、あとは、あ、消えてる、待って、ありがとう。まず一日一パンチさんのミラーボールを歌いますね。とき、ごめんねとつぶやけば、あなたは微笑んでくれたかな。ありがとうございます。すごい、今日めっちゃ LINE の音鳴る。すごい鳴る。どういうこと、どういうこと、ちょっと待って、どういうこと、よくわからん。あ、よかった。わからんわからん。あ、そういうこと、どういうこと。おもろ、私のこの反応だけでご飯食べれる。な、マジ頑張ります。ツーさん、星ありがとうございます。流れ星ありがとうございます。大変だ大変だ、頑張るぞ。エイトと K、 マネージャーさんは別ですよ。そうですね、基本 K は、エイトはって感じ。あ、ちょっと待って、スクツの話は待ってください。なんかもう今日どうしたってくらいいろんな通知が来てますね。マネージャーさんが一気に動き出しましたね。あ、倉庫は空いてません今。あと30分したら開きます。はい、梅ちゃんさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。でもそうですね、エイト、20時間後って何時、11、いや20、11時、これぐらい、罠を配置。今日のドボンでびっくりするかなるような DD のピョンズと思われる残り2人と対戦した、誰だろう誰だろう、どちらさんですか。ハピョン、今日配信は、配信、ん、今日前髪の分け目、なんかね、私配信の時はね、こっちで分ける癖があるんですよね、なんでですかね、なんとなくです。あ、メールの内容は言わないで、内緒だよ、言わないで、はい。
眠たい。今考え中。あ、ドボンの話は私じゃないよ。私がじゃなくて、そのピョンズの方がピョンズの DD さんたちと当たったらしいです。誰でしょう？ジェーンさん、スーさん、流れ星ありがとうございます。お洋服、これはゆいちゃんのあのなんか モデルさんしてるブランドっていうんですか、ゆいゆいのところのお洋服でございますよ。かわちいでしょ、大人っぽいでしょ。ママにそれ言ったら、あーゆいゆいっぽいって言われました。うん、私なんですけど。確かにゆいゆいっぽいわって言われました。ハピョンなんですけどね。ハピョンなんですけどね。おかしいな、この服最近ハマってて、なんかなんて言うんでしょう、すっごい暑いわけでもないけど、なんかすっごい半袖着るわけでもないみたいな、そういう天気じゃないですか最近。なんか雨が多かったりして、そうだからなんかこのなんていうの、長袖だけど透けてる感じで、ちょっと涼しくだけどそんな寒くないみたいな、いい感じの体温調節してます。はい、そうそんな感じでございます。何を求めればいい。あ、危ない。パンダさん、かわいい、ありがとうございます。なんかちょっともしかしたら20日以降ぐらいまではもしかしたら配信が短くなっちゃうかもしれなくて、そうなんですよ。橋本頑張る。そうだからちょっと今日が最後の長い時間かなって思ってます。20日以降くらいまではちょっと短いだから、要するに20日、まあ分かんない、ちょっとあれ8の日のレッスンとかいつから入るかとか全くまだ分かんないから分かんないんだけど、そういうのを、まあ、20日まではちょっと、もしちょっと短いかも。申し訳、忙しいというか忙しい、まあなんか仕事だけではないんで、ちょっと私は頑張ります。はい、撮影とかじゃないです、全然、むしろ撮影とかしたいですね。はい、だから何時、まあちょっとあの分かるよ、いつか。いつか分かるから、ちょっとそれまで待ってて、もうあと何日か後かとかに、何日か後は分かんないけど。いつか分かるんだ、だからそれまで待って、言えないよ私は。そう、それもあるし、もう普通にあの
ね、勉強しろ橋本って感じです。そろそろ日を毎日送るからそれで癒されてください。代わりにママピョンが配信します。してほしいよ本当に、もうめちゃめちゃしてほしい。しかも8月1日のああもうショールームできるんかなあー本当にショールームできるんかな私。いやするよ、毎日15分は絶対するよ、それは安心して。意味わかんないこと言ってる人いるんですけど、根も葉もない噂を新曲にかけて言ってみる。根も葉もない噂をそうやって立てないでください。それが一番嫌いです私は。そうやって何でもかんでも噂を立てる人は。ちゃんとさ、まあ私もね言えないのがねあれなんですけど、ちゃんとわかるから。ごめん、今来たから何をお話しすると、明日からちょっと配信時間が短くなっちゃうよって話。うん、そう、何通報されたいんですか通報されたいんですか。そんなにされたいならいつでもしてあげますよ。はあ、そうなの。え、待って、今まで何聞いてた今まで何聞いてたの。しかも意味わかんないプロフィールに橋本春奈さん推しですって書いてあるんですけど、推してるのにそうやって言うんですか、謎すぎる。何の人の考えてることってこれだからわかんない急に推し変したりするし、うん、ご飯食べてます。ご飯は大事、ご飯は食べましょう、ご飯はとっても大事です。ポイ捨てに出ていた子の配信を見、誰ですか、今してるんですか、誰ですか、誰がしてるの配信、フリー、何人気ライブ、何でやってんの、イベント、誰だ誰だ誰だ、タレントモデル、ラスト、分かった、可愛いですよねゆうなちゃん、あの子わかりますよ、あのめっちゃわかる、大好きアベマ TV さん、大好きアベマ TV さん、ありがとう、いつも私に私にキュンキュンをくれてありがとう、恋愛リアリティショーとかでいつもキュンキュンをくれます、ありがとう、たまゆきさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。そう、
恋世話見たけど面白い。恋世話は面白いっすよ今日はあやみんちゃん見てきました。あれですよね、オルガン坂出たいのに、羨ましいよ。私も出たいな、オルガン坂出たい。あやみんちゃん、オルガン坂怖い怖い怖いパンダさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。オルガン坂パナジーさん、バナジーさん、パナジーさんかな。ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。目が殺意あふれてさ殺意はないです、全くゼロ。ちょっと待って考える。足元ゴミぽい。まず麻痺じゃなくて DHC、 オルガン坂に出てるメンバーは全員 DHC さんの化粧品を使っているんですが、私はハンドクリーム DHC さんですけど、え絶対使ってない見たことない自分の好きな化粧品使うでしょ。何基準なんだろうねあれって。そう思う。マジでなんか昔はさ、若いメンバーがって思ってたの、若い子たちが出るんかなって思ってたけど、全然って、自分、私と同い年とか私より年上のメンバーも出てるから、あ違うんやと思って。そう思ったにょんにょ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 ん。けいこうさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。やだ、そのなんか出たから出るみたいななんか私にもどうしたら若い女の子のファンをつけるどうしたら出れるんでしょう。若そうな人になる顔をもっと若くしますか顔をもっと若くする。やばい、それは普通にもう無理。もう21なんだが女の子のファンはやっぱ別に全然私は老若男女もう誰でも OK って感じですけどほんとに何だろうな。例えばなんかでもそのメイクの話が合うとかは確かに女の子だし、ただなんか昔のAKB の話をする時とかはやっぱなんだろうそれなりに昔から AKB を好きな方とか
になるとやっぱなんだろうとか熱心に AKB を昔から好きだった方とかってなると年上の男性が多いかなっていう感じ。うん、だから全然なんか何でも何でも何でもって何。うん、朔太郎さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そうですね、まあハルピョン甘やかしてくれる人ならもう誰でも大丈夫です。甘やかしてください。うん、もちろんハルピョンのことが大好きっていうのが第一前提ですけど、それであれば全然 OK、 何でも誰でも、あ、誰でも甘や、うーんと好きで甘やかすってことですよ。はい、ためくらいの男性のファンの方は嬉しい。何でもいい。どうだろう、でもなんかそのちゃんと年上とかの方がなんかなんだろうな、敬語え、むずい、喋り方とかがなんかむずいですね、ごめんなさい、ちょっとなんでもないや。なんか私はどちらかというとその喋り方がさ、なんかさ同じくらいとか私よりなんか2ヶ月早いとかそういうのだったらなんかどっちで喋ったらいいんだろうみたいな、いやためでいいよって言ってくださるけど、いや年齢はちょっと年上なんだよなとか思いながら言っちゃうから、なんかもう言わないでほしい年齢。自分実はぴょんちゃんより1ヶ月ちょうど1ヶ月早いんだと、あー聞きたくないよそれはって思っちゃう。うん、そうです、なんかどっちで言ったらいいのか分かんなくなっちゃう。なんかもうある程度がっつり年上の方とかはなんかめっちゃ敬語使う人もいれば、なんかまあその人の風貌とかにもよるんですけど、なんか年めっちゃ敬語使わないとなんかめっちゃ切れてきそうだなみたいな。いないですけどね、そんな方は全然全くいないですけど、なんかすごい人見知りっぽそうだなとかっていう方とかはやっぱ敬語最初はっていう感じだけど、なんかめっちゃフレンドリーに来るじゃんみたいな感じの方はウェイって感じって言ったりしてますね。はい、女の子はどうですか、女性どうですか、どうなんだろう、むずいです。ちょっと私何も考えれない今。うん、眠くて無理。そんな感じ。もうなんかこういうの、うわこれはちょっともう無理、なんか見たくないですね、どうしたらいいかわからないですね。衣装の投票の話。ともゆきさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。みんな熱いよって言いたい、もう言いたいけど、でももうほとんどの票がそこに入ってるから言えない。言えないです、みんな熱いよって、うん、言いたいけど言わずに、なんかうわどっかで見たことあるな、この感覚、この、はい、環境、背景。
言えないからこれあもうそれでみたいな言えないです。たかちゃんさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。いやみんな多分長袖、この衣装に長袖があるってことを知らないんですよねその出てるのが資料として出てるのが半袖だけだから。そうで全員が半袖のそのサイズがあればいいんですよ。半袖とかね涼しげなサイズがあればいいんですけど、絶対ない、もうそのサイズは長袖しかありませんみたいなメンバーもいるじゃないですか身長が大きいとかさ、そういうので考えたら絶対ねだからもうはいってうん、別のに投票する勇気はないです、私には。ただみんなに見たい。長袖あるよ長袖あるよ、誰か長袖になっても知らないよ。はいうん、ここで言っときます。ともゆきさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。私はなんか顔は汗かかないんですよ基本、まあ、おでことかは結構かくけどこの辺は汗かかなくて、で背中とかがめっちゃね結構代謝良いみたいなそうだからなんだろう、正直顔には出ないですあんまり。だからなんかさ言ってよって、だってこんだけ入ってたらさ言ってよ、な無理じゃない、言えなくない、うん、なんかこのまだ投票とかが始まってない段階とかだったらこの衣装長袖ありますよみたいなニュアンスで言えたけどうん、投票始まってそれにめっちゃもうみんなそれに投票してるのにこの衣装長袖ありますよって言ったら、なんか私はそれを見たら、私がその衣装がいいって思ってたらいや遅いわってなるしいやそんなにこれじゃないのがいいんって思っちゃいそう。うん、だからお口チャックミッフィーちゃん、です。さて11時半なので、吉本はこの後お風呂に入ってたりして、グースカピー、なんかさみんなこれがいいこれがいいって言ってた割にはこれにしか投票しないんだね、謎だな謎だな、みんなのこの一体感女の子あるあるですよね。
長袖の違う長袖の衣装もあるからって話、長袖だと暑いかもよみたいな感じですよ。いや匿名じゃない、なんでこれ逆にそうだよ、匿名にしてほしいですねもういいんです、私は何も知らない、この話はここだけの秘密だ、みんな六本木アイドルフェスを見に来た時に思ってくれ、あこのメンバー、それかみんな半袖だったらあよかったねって思ってほしいし、長袖のメンバーがいたらあどんまいって思ってほしいですね。なんか今日めっちゃ聞かれるんだけど、炊飯器ってガスですか電気ですかって、なんで、え、なんかそんなあれやってたんですかテレビで、めっちゃ聞かれる、めっちゃって2人にしか聞かれてないけど、でもそんなさ2人に同じ話されるの初めてじゃない、何どっちがいいんですか結局、ガスがいいんですか電気がいいんですか、薪がいい、それはそうそう、うん、逆に今調べたらガスは早く炊けて電気はなんか安全みたいな書いてありました。めっちゃ聞かれる、なんで同じようなことを急にふと思ったのかな、みんな謎ですね。ヨンちゃん無人島で暮らせる、だって、うん、まあ頑張ったらえ何日間ですか、1ヶ月とか言わないよね、1ヶ月は無理です、お風呂に入らせてください1日いいなら、はい1日ならそうですね、一泊二日なら行けます、朝お風呂入って無人島行って綺麗な状態で無人島行って帰ってすぐお風呂入れば大丈夫、一泊二日なら我慢できます、お風呂があったら、え、行ける、お風呂があったら行けますよ、はい、あ、元気な日にしてくださいね頭痛い日とかやめてください体調管理は自分でしてくださいって言われそう、あと、あの寝心地のいいお布団をください、はい、あの、何ロッジみたいな別荘みたいなところがあれば十分です、それで、はい、何を持っていく、何持っていくかな、とりあえず音流したいから、この端末 iPod、 あでもそれは毎日アイドルって継続されますかいや配信できるんならいいんですけど、配信できない場合、なんかネットが飛んでないとかっていう場合、毎日アイドルって継続されたりしますか、それされないなら無理です、行かないです、ごめんなさいあのそうですね、ショールームさんの方でちょっとちゃんと対応してくださるなら、あとピョンムービーをちょっと どうやったらいいでしょうかはい、そこだけですかね、あとメールと
はい、とりあえずネットってつながりますか？そうですね。とりあえずネットってつながりますか？それさえ。でもさ、つながるとこもあるよね。え、絶対あるでしょ。そのさ、無人島イコール何もつながらない、そういうところにテレビの人は行ってるだけ。何かつながる無人島だっていくらでもある。絶対あるよ。だって日本だってかつては無人島だったんだから、最初は、一番最初は。そうでしょ、絶対そうだ。ね、無人島って売ってるんだ、すごすごくない？無人島って売ってるんだ。あれできませんって書いてある。あれ、でもこれは2010年のあれですよね。面白い、インターネットはつながりますかっていう質問に、せっかくの無人島ですから、しばしインターネットは忘れて大自然を満喫してくださいだって。面白すぎる。面白すぎる、最高だ。ね、え、無人島はいらないな。無人島買ってって日は来ない。だって何、無人島行って何したいんですか？そんなに一人になりたいんだったら部屋にいたらいいじゃん。自然の中で一人になりたいんだと、別に無人島じゃなくてもよくない？そう思っちゃう。寂しいよ、人いないと。無人島で生活したら人との付き合いめんどくさくなりそう。元からそうなのに、もうもっとめんどくさくなったら終わっちゃうよ私。終わっちゃうよ。無人島っていう名前だけ欲しいってことですか？違う、それは違う。無人島、そうですね、いいと思います。さあ40分なんで、ちょっとそろそろランキングを読みますね。間違えました、テックテックをしますね。ちょっとお風呂というものが待っておりまして、はい、足元にはパンダさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとうございます。はじめまして、チームエイトの5周年のコンサートを見て可愛いと思ってみ、ありがとうございます、嬉しい。
5周年ってどこだ、山梨かな、ありがとう、イエイ。山梨でしたよね多分、5周年って。あ、テックテック送ってほしいけどなぜかコメントが止まってる。川口湖だよねきっと。ありがとうございます。チームメイトの10周年を見て、うぅー、ニアピョン久しぶり、マジで久しぶり。あ、待ってね、見て、エイトコンと単独コンのさ分数書いてたらさ長い間消してなすぎて消えなくなっちゃった最悪です。すごい、5周年どこで見たんだろう、映像倉庫かどっかかな。何歩？可愛くなくなっちゃった、いいか、一人だけかな、もう一人いる。サクタロさんハートありがとう、キュンです、ありがとう、ニヤピョン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 。山内さんハートありがとう、キュンです、ありがとう。YouTube に、あー上がってんだ適当すぎるあ、同感です、だって一生とかジュアルデイズ昨日よりもっと好き、嬉しい、昨日よりもっと好き、私あれですからね、あのやりたいですって言った曲だから、リクエストした曲だから、やったぜ。あ、日付書くの忘れた、久しぶり。さあ、マイジャパンさん流れ星ありがとうございますということで、本日の私の歩数はてててて7587歩そして本日のニアピョンさんはじゃん、ムジカラばあちゃんです、7535歩、久しぶりのニアピョンです、イエイ。います、いるんです、いるんですいるんです、おられます、いた、オルガン坂行った回ありましたこのホワイトボード投げてあげようか、あやみんちゃんに会いたいピエン起きてたっぽう、でで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 くらいですかねきっとでで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 ぐらいだと思います、
そんなこんなで橋本は今日は7500歩も歩きました。さてランキングを読みます。え、気になったこと聞いていいですか？なんかワクチンってあるじゃん。あ、まだ私は打ってないんですけどあれって打ったら抗体検査って陽性って出るんですか？そういうもんですよね。だってそのあれを体内に入れるわけだから。ってことは抗体検査をもうしても意味がないというか、分からんですよね。急に聞いた、全然何にも関係ないんだけど、全く打つ予定とかもないから全く関係ないんだけど、あ、出る、やっぱりそうですよね。抗体は陽性で抗原が陰性。あー難しい。あ、全然難しくていいんだけど、わかるわかる、さすがにわかるなるほどね、そういうことがあるんだ。空港では抗原検査ってことは大丈夫？何にも反応はしない。あ、難しいからランキング読みます。1位、ともゆきさん、ハートありがとうございます。2位、パンダさん、ありがとうございます。ハートって言った、私今ともゆきさんありがとうございます。2位、パンダさん、ありがとうございます。3位、にしくん23133さん、ありがとうございます。4位、ちゃくたろうアットはるぴょんとは敬語とタメ語どっちだったっけ、忘れました5位、ネバーストップアット東京の東京4度目の緊急事態宣言で結構参ってます、参った参った適当。6位、 A ダッシュアットピョンドさん、ありがとうございます。7位、ハッシュタグ1日100パンチ希望さん、あ、大丈夫です、あ、遠慮しておきます。8位、マックミックさん、ありがとうございます。9位、山内アット今日は栃木と群馬で計648キロカロリーでした。やばい、ピョンズがどんどん太っていくよあのスタバを飲みすぎてピョンズがどんどん太っていきます。10位レクさんとピョンズさん、ありがとうございます。11位スミちゃんと聖地巡礼とスタフラペチーノ10フラペチーノ制覇、どちらを先優先するか、どっちでもええわ12位タバヤンとピョンズさん、ありがとうございます。13位カーとピョンズさん、ありがとうございます。もうどっちも制覇してください。同時に制覇すればいいんじゃない？逆に。だからその10フラペチーノ目とハルピョンのフラペチーノの聖地を一緒にする。そしたら同時の制覇。おお、天才。そして本日のラッキー88位はシグ、アンダーバー SR さんです。ありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございました。そうですね、とっても眠たいのでスクツ、はい、寝ましょう。橋本天才ダークマターの錬金が完了しました。やったー、はい、いけますよ。罠回収研究終了。何の研究をしようかな次。この研究って何を、なんかローモバ配信しようよいつか。久しぶりの、久しぶりでもないけど、これでいいや、めんどくさいから、めんど考えるのめんどくさいから、もう一番欲しいのにしましたえー、
でコロナのワクチン打たないと外国に入国させてく。そうなんだ。全然行く気持ちはないけど、今んとこ海外。ね、待って、何を出せばいいんですか。何出せばいいのか。分かったよ、ありがとうございます、言ってくださって。間違えたちょっと待ってね。はい、 OK。 それではてか、まあいいや、ちょっとよく分かんなくなってきたから、今日の配信はこんな感じでおしまいにします。はい、キクアニさん流れ星ありがとう。それじゃあ最後にキャッチフレーズをして、サイレントムーンさんハートありがとう、キュンです、ありがとう、ソク太郎さんハートありがとう、キュンです、ありがとう、キャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。皆さん本日はありがとうございました。また明日も見に来てくださると嬉しいです。それではさようなら。明日ちょっと何時か分かんない、昼間とかかもしれない、ちょっと分かんない、未定です。おやすみなさい、バイバイ。